にちは、キャリーパミパミです。はい、ポイントは今回ちょっと和洋折衷な感じで、フォルムはちょっと西洋のドレスっぽいんですけど、よく見るとここにお着物のリボンっぽいのがついてたり、頭にかんざしがついてたり、和のテイストもかなり入っていて、なんかちょっと不思議な斬新な感じな衣装だなと思います。いつもはこう人ソロで踊ってるんですけども、今回男性の方と社交ダンスをしたので、なんかやっぱ目と目をこう見たりとか、ちょっと照れ合う感じが恥ずかしかった。ありますか？面白かったこと、結構衣装も一日撮影してると軽い方なんですけど、やっぱり肩に負担がかかってきたりするので、ちょっとこう10分20分の休みの時は脱いでまた着て脱いで着ての繰り返しでした。最近なんかあるかな。昔ハマったのだと、ココリコミラクルタイプとか、ワンナイとかすごい好きです。お笑いが。サーディビリも今回大きいアリーナツアーというところで初めてライブをしたんですけども、やっぱりすごい繊細な柄の衣装だったり、セットもかなりカラフルなので、本当にアクセス 4K で見ていただきたいと思います。それじゃあバイバイ。